じゃあ最後はクロウサギちゃんだな。可愛らしいフラッフィーって名前にしよう。これで名札はすべて付け終わったな。ああ疲れた。うわースケルトン。はい、こんにちは。まーちゃんに前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトザ・ファームコテージです。はい、ということで2018年レゴマインクラフトの新シリーズのこれ最後かな。うん、はい、もちろんね、今後も続々登場すると思うんだけど、うん、今新発売されたものの最後でございます。はい、畑のコテージですね、日本語ではね。うん、じゃあ早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのザ・ファームコテージですね。うん、割と大きなセットになってますね。そうだね。で、ここにそのコテージ、お家がありますね。うん、黄色の屋根なんだね。うん、で、前に湖、うん、海かな、草原があって、ここ小屋になってますね。うん、で、ここが畑だね。はい、まずここが人参畑かな。うん、今人参がちゃんと刺さってる。あ、刺さってる、そう、取り出せるようになってますね。うん、で、ここにね、ウサギがいるの。本当だ。子ウサギがね。おお。で、目の前にはロバがいます。うん、あれなんか名前ついてる。そうなの、これね、今回ね、初登場だ。名札付きだね。このロバはマックスって名前みたいな。マックス、マックス、なんか背負ってんね。で、ここが小麦かな。そうだね。うん、ここは小麦の畑で、ここが多分ビートルートン、うん、の畑になってますね。はい、で、ここに黒ウサギがいます。これも名札がついてる、ね、そう、尻尾にね、名札がついてて、フラッフィーって言って、で、ここにアレックスがいるね。うん、アレックスは鉄のクルハシを持ってます。うん、で、もうちょっと前に行くと豚小屋がありますね。で、この豚にも名札がついてる。名前がついてる。これね、ピクセルって名前がついてる。ピクセル、うん、かわいいだね。そして、小屋の前にはスケルトンがいますね。スティーブの後ろに行くとここにチェストがあって、ここに大量に名札が入ってます。名札多いね。そう、名札がね、今回のテーマみたいでね。この辺は何も書いてない名札とかね、文字の名札。そうそうそう。で、チェストの奥に金床がありますね。うん、で、金床の上に何やるこの石みたいなのがあるんだけど、うん、で、ここにレバーがあるんで、ちょっと押してもらっていい。うん、そうすると上がったり下がったりするね。うん、で、これ何かなと思ったら、うん、どうやら名札、うん、名札をこうやってやって、うん、で、ポンってやって印刷する感じの、そうそうそう、名前をつけるっていうような作業みたいね、これ。うん、そしてこの小屋がいつものレゴマインクラフトでおなじみだけど、取れるようになってますね。2段目も取れるようになってます。これ小麦ブロックがありますね。うん、はい、コテージの小屋の中にはこうクラフトテーブルがあって、で、ここに黄色いベッドがありますね。お、で、こちら側には扉がありますね。うん、ちゃんと開けられるね。うん、はい、じゃあミニフィグ見ていきましょう。はい、まずこちらがスティーブですね。うん、木のスコップ、そしてクッキー持ってますね。うん、はい、続いてアレックスですね。うん、アレックスは鉄のツルハシ、そして種を持ってるかな。そうだね。うん、はい、そしておなじみのスケルトンですね。うん、そういえばスケルトンでもさ、なんかこうたまにいるじゃん、鎧装備してるスケルトンとか。ああ、ああいうのも出てきてもいいよね。ああ、自分たちで作ればいいんじゃないそっか。はい、そしてロバですね。うん、ロバはこう首がちょっと動くようになってます。お、はい、そして子豚ですね。うん、子豚はピクセルという名前がついてますね。はい、そして2つのウサギがついてましたね。うん、黒ウサギの方がちょっと大きいね。そうだね。で、これは名前がフラッフィーですね。うん、小さい方には名前ついてません。はい、はい、よく寝た。今日は忙しいぞ。みんなに名札をつけてあげるんだ。あ、おはよう、スティーブ。今日は忙しいんでしょ。そうだよ。みんなに名札をつけてあげるんでしょ。頑張ってね。よし、じゃあまずは小豚ちゃんからだ。よし、小豚ちゃんの名前はピクセルだ。おいで、名札つけてあげるよ。セット完了。今日から君はピクセルだ。じゃあ今度はロボくんに名前をつけてあげよう。ロボくんはいつも最高に頑張ってるからマックスだ。よし、つけ終わった。とっても似合ってるよ。じゃあ最後はフラウサギちゃんだな。可愛らしいフラッフィーって名前にしよう。これで名札はすべてつけ終わったな。あー疲れた。うわースケルトン。あ、ちょっと待てよ。君にも名札をつけてあげる。君は骨だからボーンズだ。ボーンズ、とっても似合ってるよ。今日から君は僕たちの家族だ。え、何すんのボーンズ。ちょっと、家族だって言ってるじゃないの。わあ！スティーブ、なんてことなの。
許せないわスケルトン。こりゃ、おれ、どりゃ。あっけなかったわね。あれ、スティーブ、なんでリスポーンしてこないのかしら。リディア？女の人の名前じゃない？どういうことなのこれ、スティーブ？どういうこと？やべえ、リスポーンするのしばらくやめとこう。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ファーム・コテージでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、それではチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということでレゴマインクラフトついに2018年の新シリーズ全て終わってしまいました。うん、またねまとめ動画とか、うん、あとはこれまで出た2018年のシリーズ全部くっつけるやつとかやりたいなと思ってますので楽しみにしててください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。